今回のカープライブもあの自動車フリマサイトのカババさんの今というところですね。前回はですね、原車確認をされた方をちょっとこうね、お話を伺いましたが、今回はですね、なんと見ずに、スマホでポチッと買った強者の方にですね、お越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野口さん、はい、今回カババという、サイト、はい、何度目で利用されるのは初めてですね、はいはい、そして今回、こちらのサンニー GTR を、はい、カババで購入されたということで、はい、僕から思うのは、はい、勇気ありますねそうですね、まあ、まずはね、そんなやはり安い買い物ではないでしょうし、それから原車確認もせず、はい、カババというものを信じて、はい、ポチッと購入されたわけですよね、はい、どういった経緯というか、どういう気持ちで、どういう流れでそうなったんですか。そうですね、まずは私は20代の後半ぐらいに、はい、1990年代の後半に、うん、この車を中古で買ったことがありまして、でこれじゃなくて、これ車じゃないですね、サンニー GTR を、はいはいはい、買いまして、で、まあ、その時の思い入れがあって、はい、ちょっと最近になってやはりそのサンニー GTR ってまた乗りたいなと思って、うん、で、まあ、いろいろ調べて、ね、うん、ネットだって調べて、でカババさんにちょっとたどり着いたんですね、うん、でカババさんのところを見たら、まあ査定士さんの方がちゃんと査定されてるってことと、うん、はい、あとこの車22年間前のオーナーさんがしっかりされてて、22年間の明細があったんですね、記録明細もあって、うん、でそのところですかね、これ大丈夫じゃないかなっていうのもあったし、うんうんうん、過去のやっぱりサンニー GTR が乗ってた経験もあるんで、うん、それをまあ元に、まあ、いけるんじゃないかなっていうところで、うんうんうん、はい、買いました。簡単に整理すると、まずはサンニー GTR 昔持ったけど一回売っちゃってまた欲しくなったと。はい、そうですね。そして、このいい出物に巡り合ってしまったと。そうですね、カババさんのサイトで、はいはい、でこの GTR は欲しいけどカババってどうなのと思いながらもこの車の誘惑に、そうですね、邁進していってしまったと。はいはいはい。で実際買われてみて、いかがでしたか。ですね、やはり、なんて言うんでしょう、まずボディがですね、すごく素晴らしい状態に保たれてたっていうところ、前のオーナーの、そうですね、前のオーナーさん、はい、これはすごく丁寧に乗ってたんだなっていうのが分かったのと、はいはい、あと、乗っててやっぱり30年経つ車なので、うん、この辺はいろいろ自分でもメンテしなきゃいけないだろうなっていうところもありながら、うん、まあ、その辺はだいたいこういうところが弱ってくるだろうなっていうところは、うん、ちょっとありますけど、うん、その辺は許容範囲だなっていうところで、それはカババさんからは伝わってなかった。それは伝わってましたね。伝わってた、質問もできるので、はい、こういう状況どうですかっていう話で、はい、でちゃんと街道帰ってきて、はい、そうですかと、30年ぐらいの車だからあれこれ多少それは劣化はしてるのはしょうがないけど、はいはいはい、それも全部カババさんからは伝わってる状態で、そうですね、了承して買ってるってことですね。そういうことですね、はいはいはい、なるほど。じゃあカババさんの認定士が、プロの認定士がこう言ってるままだったと。そうですね、そういう状態だ。なるほど。特にボディがやっぱ素晴らしかったっていうのがすごく、そこはプラスアルファかなって、はいはいはい、思った以上に、はい、それは前のオーナーさんの功績ですね。功績ですね。そうですね、それか、前のオーナーさんの情報をキャッチしてきたカババさんの功績なのか。そうですね両方でしょうね。やっぱね、いい出物をね、見つけてくるカババさんの情報網もというか、その情報網が素晴らしかったり、はい、あとはその前のオーナーさんがカババで売ってみたいと思わせたところも素晴らしいのか、うん、そうですね。なんか一回見たいなとか、
なかったんですか。あ、見たいなって電話かけて、はい、見るのは可能ですよねって話はして、はい、あ、可能ですよっていう話は、はい、あったんですけど、はい、もう結構出てて1ヶ月2ヶ月ぐらい経つのかな、もう出品されてて、うん、でそれで、あ、もうやばいかなと、もう売れちゃうんだから、これやから他の人に取られたくない恐怖感に駆られて、そうですね、もう井の一番にもう買う買うっつって、もう行かないとダメだなっていうところが感じられたので、なるほど、そこはまたカババさんのこれかもしれないそうですね、そんな感じです、まあ、でも今のところこれを買われて、まあ、ここに登場してるぐらいですから、はい、カババさんに対して不満とか不平はないわけですね、うん、そうですね、もうそれはないですね。なるほど、はい、なんか、まあ、一応月並みな質問しますけど、はい、メリットデメリットみたいな何かありますか、このカババ。そうですね、やはりてなんか価格もやっぱり、はい、ネットで出られ他のサイトで見てるよりはやっぱ低いかったかなっていうのがまずメリットがあるし、やっぱりちゃんと、まあ、記録簿もすごいたくさんあってっていったところを紹介させていただいたっていうところもあるし、それはメリットですね。デメリットってはそうですね、デメリットってなんかやっぱりカババさんってどうなのっていうところがあって、これちょっと結構お金を高い高価な車なんで、うん、お金を入金するときにちょっとその辺が大丈夫なのかなっていう、そこはちょっとね、うん、心配になったところもありますけれど、ちゃんと納車されましたので、うん、問題なかったなっていう、うん、そうですね、やっぱね、やっぱ皆さん一般的に思われる心配とか疑問はカババというお店がこうボーンっているわけじゃないから、うん、実態がないわけじゃないんですよ。ただお店を構えてないから、そこに対して本当に架空とかじゃないのとか、うん、そういうところですよね。そうですね。でもまあ今回ね、うん、ユーザーさん2人の意見話を聞くと、まあ、安心してくださいということですね。そうですね、はい、大丈夫です、ね、親切丁寧でした。あ、それはもう丁寧で、はい、ちゃんと質問すればちゃんと回答返す、返ってくるしって感じで、スピード感とか、はい、そうですね、それも辺も大丈夫でしたね。私の質問したらすぐ返してくれるんですか。いや、それはちょっといい、まあ許容範囲で、はいはい、大丈夫でした。野口さんはいろいろちゃんとこうカババのサイトのどんなことをしてくれるのかとか、こういうケース、ああいうケースとかのそういうのを調べたりしました。あ、しましたね。やっぱり Q&A っていうのがあるので、うん、はいはい、そこでいろいろどうなのっていうところ、うん、で Q&A に確かね、原車確認っていうのが、ね、なかったような気がするんですけどね、そこはちょっと入れていただいた方がいいのかなっていう気もするんですけど、はい、聞いてみましょう。何、原車確認するっていう項目はないの？入れてない。そう、あ、ない。そういうところに原車確認するしますかみたいなとこはないけど、でも聞けばできるみたいです、はい、前回のロードスターの方は原車確認しに行ったみたいですし、はい、ただね、やっぱりお住まい住んでる地域と、その売り主さんの地域感が、距離感がどんな感じかですよね。そうなんですよね。そこがまた近ければいいね、よかったり、まあ、相手の方とのスケジュール感が、相手もやっぱりそのために時間を割くのも大変ですからね、そうですね、そういう意味では、まあ、良心的な方とうまくタイミング合えばですよ、うん、でしょうけどね、ちょうど近かったんで、はい、今回は、はい、これはどちらの県から。あ、これは東京ですね。あ、東京から、はい、じゃあ今お住まいから割と近いですね。そうですね、だから、うん、見に行こうと思えば見に行けたんですけど、はい、やっぱりその売れちゃうんじゃないかなっていうもうそこですね、もうね、心配で心配で。そうですね、まあ新車買うのと違って、中古車って出会いじゃないですか、なのでもうそれを逃すともう出会えないかもしれないです、うん、知れないですからね。そうですね、まあね、僕もね思います。いろんななんか一期一会じゃないですけども、なんか買って後悔より買わなかった後悔の方が後悔ってあると思うんですよね。もちろんそのお金を使うことなんで無駄遣いとか、その背伸びした出費は良くないと思うんですけど、でもなんかこれ欲しいなぁと思ったところ、ちょっと迷ってる間に逃しちゃうと後ですごく後悔するじゃないですか。で特にね、まあ、こういう車だと次もまたすぐ売れる、いざとなれば、うん、車でもあるじゃないですか、はい、もう希少車、そうですね、絶滅危惧種なんでね、うん、そういう意味ではね、もうちょっと無理、その生活が苦しくなるとかじゃなければ、多少ねこう
行っちゃってもいいんじゃないかなって気がしますけどね。そうですね、はい、じゃあ、はい、そろそろちょっと車を拝見させていただこうかな、いただこうかしら。さあ、ここからですね、野口さんの車を見ていきたいと思いますけれども、野口さんは声だけで出演するということみたいですね。はい、よろしくお願いします。さあ、こちらのサニー GTR、何年式のなんていうやつですか。平成5年の、うん、まあ、ノーマルですね、標準車であります、うんうんうん、何も名前はないやつ。そうですね、平成5年、これいつ出たんでしたっけ。これは平成、元年ですね。じゃあ1年、の、 あのニスモでもなく普通のサニー GTR。 はい、その通りです。はい、まあ、あのニスモって言ったらここにね、ちっちゃい羽がつくじゃないですか。この羽の下にここにちっちゃいのがついたりするんですけど、はい、ザ・サンニー GTR。 ただ、はい、ニスモのエアロ、はい、これがついてます。これはこの1個のピースだけ。このピース、そうですね、そこだけ。ここだけですよね。そこだけですね、はい、これは前のオーナーさん。前のオーナーさんですね、はい。ちなみに野口さんがなんかいつか購入されたんですか。2月の中旬ぐらいなんで、つい先日じゃないですか、はい、購入されてまずどうされました。眺めた。オイル交換やりましたね。あの全部、あのエンジン、フロントデフ、はい、リアデフ、ミッション、はい、あとアテーサーのオイル。そしてオイル交換をして、はい、それからは、はい、それからは、はい、ステアリングをちょっと交換しました。ほうほうほう、開けていいですか。で、はい、これは当時もののステアリングですね、パーソナルの、はいはいはい、で、はい、これ私が、あの、まあ、1990年代見た時に、はい、マインズさんが R さんに GTR って言って、はい、あのデモカー出されてて、はい、そこについてたと同じタイプ の、あのパーソナルのステアリングを私も欲しくて、その当時買ったんですね。だから当時買ってもう25年ぐらい持ってて、それをつけました、はい。前サンニー GTR 持ってらっしゃったって言ったじゃないですか、はい、その時には付けてないですか。その時もつけてました。それとは違うハンドル。いや、同じハンドル。じゃあ車を売る時に外してた。外してた。なるほど。じゃあ1台目のサンニー GTR から引き継ぎで。そうですね、このハンドルだけ、はい、でもその気持ちはよくわかりますなんかお気に入りのハンドルってあるじゃないですか、それを昔僕もね、86を乗り継ぐ時、はい、ハンドルだけはずっと持ってましたか。あのそのまま映してましたもん、はいはい。なるほど。マインズ GTR がお好きなんですか。そうですね、あの当時やっぱり筑波とか、はい、トップレベルの車だったんで、はい、そうですね、それが好きで。やっぱりマインズさんはむちゃくちゃ手を車全体に入れてるのに、うん、それを見せない。そうですね、まずはなんか噂によると、まずホワイトボディの状態で色を全部剥がして、なんか軽、まあ、ボディを軽くして補強してとかいう噂がありましたよね、うん、はい、本当かどうか知らないですけどまあでもね、あの VX ロムだっけ、はいはい、マインズのコンピューターと、はいはいはい、マインズつったらもうすごかったですよね。憧れでした ね、なるほど。他には何かステアリング変えました、はい、それからそのぐらいですね。また1ヶ月ブーストメーターも懐かしいですもんね。そうですね、これは前のオーナーさんが、はいはい、つけられてた普通に機械式のブーストメーター、はい、そしてあのオーディオがいいですよねもう CD とか持ってます。今あ CD は持ってますよ。聞いたりします。あ、聞いたりしますよ。シートはちょっとへたってたりするんでね。まあまあそれはしょうがないです ね、まあ、ね、しょうがないですね。そこはもう変えようかなって。変えるというのは どういうふうに変えるとしたら、中古でこの32を見つけるか、あと R33GTR のシートって私持ってるんで、はい、持ってる、それがちょっと程度がいいのがあるので、そいつを乗せ替えて今の聞いてると悩む必要ないじゃないですか、はい、ただ助手席がほら32なんで、助手席も買って一緒に乗せ替え、合わせたい。そう、合わせたいですね、やっぱね。このシートはでも、はい、家に 33GTR の、 あの椅子置いといても邪魔じゃないですか。あ、倉庫をちょっと借りてるんで、はい、
倉庫にあって入ってます。なるほど、はい、邪魔ですね、確かに。でもこの時のために持ってるようなもんじゃないですか。そうですね。何のために持ってるんですか。あと私もう一台ちょっと他にもあの SR 系の車持ってるんで、はい、180SX、はいはい、なのでそっちにつけるって乗ってたりとかできるので、やっぱまあ日産には日産のシートつけたいと。そうですね、はい、いいですねそういうの。僕そういうこだわりいいと思います、そしてあとは、はい、BBS とブレンボがついてるってところかな。がお気に入り、まあ、そうですね、前のオーナーさんのなんですけど、はいはいはい、BBS と、 あとブレンボ、これ 33GTR のブレンボをつけられたそうなんですね、前のさん、うんうん、まあ、ここの辺がポイントかな。お気に入りポイント。そうですね、この車をカパパさんのサイトで見たときに惹かれたポイントっていうのは、はい、まずは何ですか、年式とか距離とか事故なしとか。あ、そうですね、まあ、事故なしがまず、サビなし、うん、はい、あとは、まあ、距離はちょっとしょうがないですけど、はい、うん、あと記録簿ある、はい、22年間あるっていうところですかね、はい、まあ、前のオーナーさんがどう接してたかが分かりますね。そうですね、はい、あと白っていうのもね、ちょっとポイントが高いですね、はい、私あのガンメタとかシルバーとか乗ったことあるんですけど、はい、白はね今回初めて。前回は、前回はガンメタ、ガンメタ、ザ 32GTR ですね。そうですね、この 32GTR とか 32Z とかね、それ出てる中はもう抜群の存在感と運動性だったじゃないですか、はい、今見るともう現代ではちっちゃいですよねそうですね、車のサイズが、はい、まあ、このコンパクト感がいいっていうのもありますかね、うん、ちょっと33になったらでかくなっちゃって、ね、そうですね、はい、ありますもんね。ただしこの車の方が FR チックな四駆じゃないですか、はい、アテーサーとかがね、はいはい、そういうところも、まあ、僕個人的には好きですね。そうですね、はい、この車はどんな頻度で乗られますか。まあ、2週間に1回ぐらいちょっとあの峠のワインディングの方を走ってぐらいですね。朝早く起きて、そんな感じですかね。ちょっとエンジンルームでも見てよろしいですか。はい、ぜひ見てください。ほっ、硬い。おお、これは前のオーナーさんの功績がいくつか。ラジエーターが変わってて、足が変わってて、はい、あとは、あとは ARC のこの、あ、これ同風版があって、インタークーラーは、インタークーラーも変わってる、変わ、インタークーラー変わってないかな。あ、変わってますよ、インタークーラーも変わってるはず。変わってる、確かに。ちょっと忘れちゃいましたけどメーカーが。ARC じゃないんですかね。そうですね、すごいね、なんかこういう補強版とかも入ってるんだね GTR って。うん、これね、このエンジンの RB26 っていうのがこれこれですよね、やっぱりこの GTR、 これがやっぱ好きですか。そうですね、これが乗ってるっていう、僕の経験上というか、はい、僕の考えで言うとね、以前 GTR 持ってらっしゃったじゃないですか、はい、でそれを手放しました、はい、あのね、皆さんね、このね、物欲をこなしてる時というか落ち着いてる時っていうのはなんかそれに対して の意識が薄れて、あ、もう乗らないから売っちゃってもいいかなとか、いらないかななんて思うんですよ、物欲がこなされてる時は。だけど実際自分の手元からなくなって売っちゃってなくなっちゃうと、またね、乗りたくなったり欲しくなったりするんですよ。だからよっぽどなんかもう売らないと生活に困るとか、よっぽど売らないとちょっとお金がいるとかっていう事情がない限りは、なんかあんまいらないかな、だから売っちゃうかなとかっていうのはやめた方がいい、また絶対欲しくなるからなのでね、はい、まあ、もちろん自分の乗ってる車が価値が上がるっていうことは嬉しいことだと思うんですよ、ね、やっぱり価値が下がっていくよりは、うん、でもできればそういう投資とかそういうなんか高くなって売ろうとかじゃなくて、これが好きでずっと持ってたいと
自分ちの、経済状況的に許される限りはずっと持ってるんだっていう感じで大事に接していただきたいなと思いますけどね。はい、その通りですね、はい、ありがとうございます、はい、まあ、僕は買い取りますよ、売るときだったらカババさんと通してそうして通さなくてももう見たしそんな感じで、今回はこれ乗るんだよ ね。じゃあちょっと野口さんのこの愛車乗らせていただいてよろしいですか。はい、よろしくお願いします、はい、おこんな感じこんな感じ全然あれですね、悪くないですね、程度が、うん、そうですね、エンジン系は大丈夫だと思います。こんなのは傷んでる風には思わないですか、僕的には。はい、いや全然いいですね、これ何キロだ、うん、13万キロ13万にしては、うん、ステアリングもなんか純正より、純正ってちょっとごついじゃないですか、うん、純正の、うんうん、このくらいがねちょうどなんかいい感じ好きなんですね好きですね、パーソナルね、このまたこのこれカーボン調じゃないですか、カーボン転写、はい、カーボンじゃないグレー、単なるグレーっていうのがあるんですね、このパッドが、はいはい、そういうのはたくさん見るんですけど、このカーボン調っていうのはね ないないんですよ、これがこの26のポンって踏んだ時の音いいですよねってサウンド、この音ポンって、この走った時のパンって習慣で入れたくなる、空ぶかししたくなる、なるほど、シフトチェンジの際に、はいはいまあ、当時のこの 32GTR の味が好きなんです ね。そうですね、うん、やっぱねこの RB26 まずねいいです、臭くなくていい、この分、うん、そう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 、はい、それも決めて、あ、決めてじゃないか、一応聞いたんですよね、カババさんに聞いて、うん、大丈夫ですかみたいな話を、大丈夫だって言ってたんで、やっぱね古い車はね臭いのが多いんでね、そうそれもすごく購入する時の、うん、決めてですね、芳香剤とかも絶対落ちないですからね、うん、はい、ね、ボロさを感じない、僕も安心しました変にチューニングしてないから、はい、クラッチも使いやすいし、はい、ブレーキもキーキー言わないし、はい、でサウンドも心地よいぐらいだし、うん、非常にいいですね。はい、そうですよねその通りだと思いますね。これ僕もね、やっぱこういう時代の車をよく買うんですけど、はい、僕の YouTube でやったりもするんですけど、基本的にはまあ事故とか、はい、まあ、ボディ骨フレームさえしっかりしてりゃいいなっていうのが主で、はい、チューニング内容がこんなにしてあるとかってあんまどうでもよくて、むしろ全部気に食わないから変えちゃうと思うんで、はいはい、だからその車の骨の部分さえしっかりしてくれたら、うん、たらもう外もどうせ綺麗にやり直しちゃうし、うん、はい、僕は特殊なんだよ、僕の場合はすぐもう自分の家族に迎え入れると、はい、もうとことん愛しちゃうんで、はい、そういう意味では僕ちょっと特殊なんですけど、でもまあこの時代の車が僕の中ではスポーツカーの黄金時代って呼んでるんですけど、このね90年代の頃のゴアボディとかでもなく、で何でしょうね、その安全装備というのか、トラコンだったりね、そういうものが横滑り防止みたいなのがあまりなくて、運転手がね自分でコントロールするっていうのがね、乗り手次第っていうこの車がね、うん、そうですね、この頃の車がすごい好きで、いいですね、日産だったら GTR に Z にシルビアとか180とかセフィーロ、ローレル、はい、ね、あったじゃないですか、そういうありました、ね、その辺がね、トヨタだとスープラ7080スープラ、うん、はい、ソアラもまあ好きだったな、うん、だからまあツアラー V とか86 ね、MR2 なんかいろいろありましたよ ね、 ありましたね、ツアラー V のあのエンジン 2.5 ターボ、ツンターボ、はい、あれはいいですね、いいですね、あれね、はい、あれは、うん、僕もソアラをちょっと乗ってたことが30ソアラですか、ああ30ソアラ、プオンプオンっていうのが、はいはい、いいですね、あれね、ま
カババさんでね、まあ、今回あの水貝、そうですね、あの買いましたが、まあ、利用されてみて良かったですか。あ、そうですね、はい、いい車に巡り合えたと、ね、まあ、まずは欲しいやつが出会えたことが一番ですよね。はい、はい、そしてまあ、いわゆる店舗を持たないカババというね、はいはい、販売形態ですけども、まあ、最初は不安だったかなと思われるんですよね。なんかその、はいはい、お店があれば、はい、まあ、お金振り込んでもそのままなんか逃げるっていうところも ね、 そうですね、そういう心配もないじゃないですか、でもなんか店舗がないとそれ大丈夫なのかなとか思っちゃうじゃないですか、うん、思っちゃいます、思っちゃいます。まあ利用してみると、まあ信頼でき、そうですね、今となっては信頼できると、はい、で車の情報もちゃんと開示されてて、はい、その通りだったと、はい、そうですね。また車を買うときにカババって利用してみたいと思いますか。そうですね、それはすごく思いますね。今回使用させていただいて、まあ一番はその欲しいやつに出会うかどうかですね。そうですね、まず中古車はそうですね。じゃあこの車を売ろうかなと思ったときに、はい、カババさんでと、はい、そうですね、ちょっと考えますね。やっぱり一対一なんか時代をこうタイムスリップした感じがあります、ね、久しぶりにこういうすごいノーマルチックな 32GTR 乗りました、はい、僕が乗るのってむちゃくちゃ改造してあるようなやつばっかなんでね、はいはいはい、さあということでですね、野口さんの 32GTR 乗らせていただきましたが、まあね、車は非常に程度の良い、車でした。まあ、これはね、前のオーナーさんがとてもいい 状態で保存してくれてたなというところで、まあ、いい買い物を野口さんが買われたということなんですけれども、まあ、今回のね、一番の主軸であるそのスマホ一つで車を買っていいのか悪いのかっていうところの検証なんですけれども、まあ、世の中にいろいろネットでのこの車を買うとかって、まあ、なんとかオークションとかではありますけれども、まあ、このカババさんみたいにね、ちゃんと、売りたい側と買いたい側との間に第三者の専門の、鑑定士認定士が入って、そのうまく橋渡しをするというところの、このカババという、機構は、まあ、信用していいんじゃないかなということが今回分かりました。まあ、一番はあなたが欲しいものに出会えるか、ここが一番ですけれども、そのスマホ一つでネットで見ずに買ってもいいのかということに関しては、まあ、カババさんのところだったら安心っぽいなというふうに今日思いました。ということでですね、まあ、今回の動画がいいねと思った方はですね、遠慮なくポチッと押していただいて、まあ、この動画をね、ぜひ、チャンネル登録とかしていただけるとありがたいです。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。